はいはい、エブリワン。今日はマイバースデーでございます。うちの実家にオンマが今年の誕生日プレゼントはカンジャンケジャンっつって、あの醤油漬けのカニを作ってくれたから、それをね、あの食べに、そして両親に会いに実家に行こうと思います。バースデーメイクになるのかな、していきたいと思いますね。これめちゃめちゃ美味しい。スタバのキャラメルのなんかこうパッケージに入ってるやつをプレゼントでもらったんだけど、大人の味だね。なんでコーヒーダメなんだよね。新しいカメラなの。自分にプレゼントしたの、このカメラ。初の、このカメラでのメイクアップ動画を撮っていきたいと思います。リビングでメイクをするっていうのがちょっと習慣づいちゃって、こういうメイクアップポーチをうち最近これ使ってんの。豆乳イソフラボン。最近ずっと曇りだったんだけど、今日すごく晴れ女だからかな。うちもう日焼け止めの後にベアミネラルのリキッドハイライターを塗るのがやっぱりとても好きです。パウダーハイライターをここにビャって塗るよりも、下地にハイライターをこうやって塗るのがうちはすごく好きかな。なんか自然な感じで。最近はマスクをつけるじゃん。だからあのね、ファンデーション全体的に塗らない。それこそ本当にもうここら辺とかは全然塗らない。立体的なマスクつけてんだけど、そのマスクがタッチしないところだけにファンデーション塗っていくんだけど、このセザンヌね、この下地、テカリ防止下地オレンジベージュってやつをコンシーラー塗るとこだけのせていきます。できるだけ肌の負担を減らしていく。そうやって変わっていきました、メイクの術。33歳。最近さ、ファンデーションをねずっと塗ってないか、まあずっとすっぴんだったの。本当にアイメイクもしてないような日々を1週間に1回メイクしたかなって感じ。肌の調子がやっぱいいの。ごめんね、このニキビを無視して。それ以外のところは肌の調子が結構いいのよ今。ファンデーションってこんなに負担なんだ肌にって感じなのね。なのでうちはコンシーラーを使っていきます。コンシーラーはもっとカバー力もあるし、少量でいろいろこうカバーしてくれるから、みんなドンキ。目の際からコンシーラーじゃなくて感覚をちょっと開けて、ここ明るく見せたいから。あと何を明るく見せたいって、鼻筋だよね。鼻筋を明るく見せたいよね。でここでしょ。濡らしてきたスポンジを広範囲に広げずに、この明るくしたいところを中心に、まあ、血色があんま良くないよね。このニキビちゃんはボンディスウェイのファンデーションなんだけど、暗めの色をちょっとだけ、このぐらいだけ出して、もうこれぐらい、そんな完璧にカバーしなくていいでしょ。でドンキで買ったトパズ、これを愛用してます。この子とこの子だけベースで使って、その上にラメを塗っていこうかなって感じ。この明るい色を全体的にのせて、幅広にのせていきます。このね、赤茶部位にこうやってのせていって、ラメをねのせていきたいと思うんだけど、この子を目の際の上、こうやって上の方だけ、ピンクのラメ、ここ涙袋、アイプルーフの、クリーミーアイライナーブラウンの色を、使って深みをまず出していって、その後にブラックのリキッドアイライナーを引いていきます。ここからまっすぐな線を想像して、真ん中ぐらいからチュ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 するとパッてスッと遅れちゃう。メイベリンです。ハイパーシャープ、目の際に沿って細くのせてあげます。シェーディングをしていきます。クリニークのカービーコントアっていうね、クリームスティック、何、スマブラやっていい、スマブラやっていいよ。ちょっとだけ音ちっちゃくしてほしい、スマブラってみんな知ってる、スイッチのゲームなんだけど、うちさゲーム全然しないの、本当に昔からグリ何ゲーム全然興味ないんだけど、スマブラはうち正直
あんまりまだ興味持ててないんだけどさ、最近マリオカートにめっちゃハマってる。マリオカートの動画撮る？あ、マリオカートの動画みんな見たい？あ、ちなみにオンラインゲームもできるからスイッチ持ってる人はさ、あのみんなうちらと遊べるよ。チーク、これなんかマニキュアみたいでしょ。この黒目のちょっと外側にこうやってのせる、なじませてから鼻の下こんな感じ。はい、これね、シュー上村つけまつげをつけて、ここにちょっとねマスカラもつけました。リアーナのフェンティービューティーのクロスカップケーキングっていう。OK、 完成です。本当にシンプル。中にあの黒っぽのタンクトップと、上にはちょっとシアーのトップス、これねジーンズ、これはギャップのジーンズです。おい、こんな感じで行ってみようと思います。遅れちゃう。これがマリで綺麗かわいい。おめでとう。ありがとうございます。おめでとうございます。本間の誕生日ご飯、チャンチグクスって言って、お祝い事があるときに食べるそうめん。そうで、このね、タレをね、入れる。これは、チョン、なんかなんていうの、チャンチョン、天ぷらと焼き物の間みたいな感じ。これがチャプチェ、そう、チヂミっぽい感じで、これがチャプチェで、後でケジャンを食べようと思います。タレ、このタレうまいな、やっぱ。美味しいよね。もうちょっと欲しい。入れればいいじゃん。そうだよ、ちょっと少なかったかも。だから確かに、キムチがあるから、うん、これ全部入れる、うん、卵があんまり入ってないから、うん、ちょっと見えるけどね。ちょっとね、これが卵なんだ。でも味は美味しいですよ。醤油をちょっとかけて、うわ、うん、見える、うわ、見える見える。見て、これ卵。あ、分かりやすい。今見ながら唾飲んだでしょ。飲んだけど。あ、ました。今はもうあるんじゃない。いや、マジですか。カルビチンまで来た。うまいよな。ありがとう。コースよりみたいにね、チギチギ出るよね。お肉、柔らか、うまっ。OK、先月買え先月買えね、ハンマーで言えば、ハンマーでおかしいっしょ。ハッピーバースデー。サンライズと共に目が覚めて、夢の続き